武井テリコ天チャンネル見ていただいている方どうもありがとうございます。さあ今日はですね、いろいろね、この僕のチャンネルに対していろいろコメントいただいてて、それで最近ちょっとね、こういいねとかハートマークでコメントを返せてないのが非常に申し訳ないなと思います。でも皆さんね、いろいろコメントいただいてありがとうございます。その中でね、ふっとねちょっと気になったのが、この方はペンネーム上島さんペンネームってどういうことだよ、わからない、初めて、見ましたと、それで僕今47歳なんですが、友達がいませんと。それでこの年齢で友達作るのってどうしたらいいんですかって何なんやろこのコメントで、どのチャンネルっていうか、どの俺の日を見たかというと、アルバイトの帰り、頭の中で考えてることを口にしました、それを見てそこのところにコメントを入れてくれてるんですよ、この上島さんは。あれ見て、俺が友達おらんのかなって思ったかな、僕も一緒やみたいに思ったかな。ああ、そうか、47歳、友達がいませんと、俺57歳、友達いません。いやね、友達って年齢がいくことによってどうなんやろ、少なくなっていくっていうか、まあ、会う機会とかも、やっぱりみんなこう家庭持ったりとか、そんで子供が大きくなる、俺らの年だったら下手したらもう孫ができてとか、なんかそこでこういろんなその子供たちの友達とか、なんか知り合いとか、で、子供たちの孫が、とか、なんかそこの中で人との関わりみたいなのがこうできて いくから、これ友達とかそういうところって何だろうな。で、必要とするのって、例えば10代の時とか、俺も田舎で友達ってやっぱりガキの頃からやっぱり、やっぱりいてました。一緒に遊んだりとか、やんちゃしてたりとか。で、その中でなんか一緒に遊んだりする子とか、一緒にレコード買いに行く子とか、そんな、なんかそういうことを共有して、なんか、いたずらを一緒にしたりとかいう、その友達って、ガキの頃からこう、あって、なんだよな、そっからだんだんこう、まあ、学校、まあ、小中高、高校俺卒業して、俺は、まあ、芸能界に入ったから、だから、ほんでまして、田舎、徳島から大都会、その当時はもう大都会、大阪に来て、んで、そこで一人暮らしを始めて、そっから新しい世界のこう扉を開けていって、なんか、そういう10代の頃の友達っていうのが、なんか最初はね、でも、18の時か、俺が初めて大阪に出て、木造の、あれ、アパートに初めて住んだ時に、高校時代の友達がみんなが遊びに来てくれた、覚えてるわ。おう、ニキとかカッセとかね、滝口とか言うてもわからんちゅうね。まあ、ニキ君は、修学旅行2回行ってるんやけど、ダブってるんやけど、俺らの年上やけど、みんなに俺ら同級生、ニキ言われてるやつなんやけど、そいつらがこう遊びに来てくれた覚えてるわ。ほんで、俺のアパートで泊まって、みたいな。ね、俺も大阪のことようわからんし、大阪言うてももう和歌山寄りの、なんか堺市のなんかようわからん田舎町のところで、ね、不動産屋にそこに紹介されてそこで住んだから、大阪をね、どっか案内するたって意味わからへんし、結局みんなで次の日パチンコ行ってボロ負けになって、でみんな帰ったみたいな、そんな、そういう友達っていうのもだんだんこう大人のこの芸能界に入って、ほらだんだんこう遠のいていったな。それでなんなんやろ、47歳か、そうか、彼はな。で、友達が欲しいんかな、今。まあ、彼はどう家庭を持ってるのか、それは分からんけど、俺みたいに、まあ、嫁さんはいてるけど、その子供とかいてないみたいな立場なのか、なんなのかって、なんで友達が欲しいんかみたいなとこ、なんなんやろ、なんかこう、まあ、それは飲み友達が欲しいとか、俺、大阪で飲み屋さんをやってたから、やっぱりそこの店の中で、知り合う
飲み友達みたいなのは、うん。なんか、お客さん同士で、こう、それで、まあ、じゃあ、ほら、ゴルフ行こうか、みたいなんで、そういうのも友達なんかな。友達って、どれが定義なの？友達って。どう言うたら、俺、あいつ、俺の友達やねんって。なんやろな。俺ら10代の頃、ガキの頃、なんやろと。そいつの家に泊まりに行って、うん。んで、そいつのお父さんのパジャマ、俺が着たら友達や思うわ。なんかちょっとこう一線超えるみたいな、一線超えるってなんなんやろな、こうなんかこう、他の奴らより特別なところの扉を開いたから友達みたいな。おー、ねえ。だから、よく言うじゃないですか、嫌なことを20個、相手に言えるやつが友達やとかね。うん。そうなんかな。じゃあそれを47歳で友達って言って嫌なこと20個言ったら、もう勘弁してくれよお前。もうお前と飲むの言えよってなるかもわからんで。もう、うん。でもそうやってこう、ね、本音でこうやって言ってくれる人っていうのは、それは年齢がいくことによって、お互いがなんか探り合いをしてるし、あ、こう言うたら傷つくやろなとか、あ、こう言うたら俺こう誤解されるやろなとか、なんかこう、敬遠お互いがしての付き合いになるから、それが、ほんで、まあ、定期的に会うてみたいな、それを友達と言えるんかどうか。さあさあ、そこで、彼が、一番俺に問題定義とか質問してるのは何かって言ったら、47歳でどうやって友達を作るか。ああ、わからん。だって、なんだよ。俺ら中学校の時、文通コーナーとかで中1時代の雑誌にあって、そこに友達募集みたいな。そんなんで友達になったりとか、釣り好きの人みたいな。なんか今やったらこういうサイトみたいなんで、そういうのでこう集めて一緒にハイキング行きましょうとか、一緒に散歩しましょうみたいな、そんなサイトみたいな、ある。そんなんでこう集めて、お互いがね、なんかこう近所町を練り歩くみたいなんで、こうリュック背負ってね、でこうどっかで待ち合わせして、あ、どうも、あ、どうも、今日はよろしくお願いします。で、こういう散歩とか、あ、そうですかって、まあ私もね、一人で散歩するよりこの皆さんとね、あ、こういう風にできたら、あ、そうですか、友達作りにくいでこの空気。なんなんやろな、難しいわ。おー、まあ10代の頃どういうんかな、俺ね、高1からすごくこう揉めてた彼が、まあそういう、やんちゃな高校やったし、まあそいつ、ヤクザの息子やったんやけど、そいつとずっといがみを合ってたんですよ。で、高3の時、とうとうぶつかって、ほんで、俺、ボッコボコにされたんですよ。こいつ、校門の前で、全校生徒の前で。ほんで、昼休み終わって、5時間目始まった時に、俺もどうしても気を収まらんで、コーラの瓶ここに入れて、体育館シューズ履いて、ほんで、視聴覚教室ガラー開けて、そんな、そいつが授業してて、なんや、まだ来たんかみたいな感じで、ぬれこらーって先生もよおる中で、頭バーン割って、うぬれこらーって大喧嘩したわけ。ほんで、ねえ、そっから、まあ、全然学校来なくなって、なんかちょっとまあ、頭ぶち割れて、みたいなのがこう、いろいろあって、ほんで、親と先生と、向こうの親に謝りに行って、ほんで、そっから、ね、お前が来るな、みたいな、もう、ちょうちんみたいな、あるところの下で、そいつの親父座ってるんですよ。怖ー思って。ほんで、担任ちゃんは、生活指導の吉住先生が、ちゃんと謝っとけ、って言う先生は、それが向こう、相手怖いお父さんが、そんな、先生がな、ちゃんと守ったるから言うてる先生が、お前来るな、来るな、よしや、秀樹を、そいつ相手の、息子、俺と喧嘩した秀樹おいで言うて、来い言うて、ね、座布団の下からお父さんが出刃包丁を2本出してきて、おい秀樹お前も持て、おいそがきお前も持て、2人で差し合えみたいな。2人がもう震えて、で秀樹涙流して、ね、お父ちゃんいやーって、ということはマジや思って、いや俺もいやーって、ほんでパッと吉住先生見たら天井見てた。
誰が助けたる言うたんやみたいな。うちのおかんもずっと提灯見てた、提灯数えてた。こうでも包丁取り上げて、なあお前らこら、これが本当の大人の喧嘩、それも要せんのにな、後ろからお前クソガキ、こら、あと後ろから瓶で殴るような、そんな、な、どちんびらみたいなことすな、ガキな、ガキらしいし、喧嘩せえ、わかったか、みたいな、二人とも、はいみたいな。そっから、そいつとなんかすっごく仲良くなって、なんか、本当の友達みたいになったような、そういう関係、ね。それはやっぱり、喧嘩して、とかいうのって、なんなんやろ、友達になるっていうのが、うん、一つのこう友達作り、わざわざこう喧嘩してとか、まあ俺らの時はそうやったけど、じゃあこう大人になってどつき合いの喧嘩するんだって、おう、友達になるためにどつき合いせんかって、こいつ頭おかしいんちゃうかみたいな、なると思うしね。まあだからそやな。でもこの世界に入って俺最初ね、やっぱ田舎の感覚で来たから、ほんでちょうど俺らぐらいの同期のその養成所入った時の松竹のメンバーっていうのは本当にみんな心のあったかいやつで、ほんでまあ田舎からみんな出てきてすごく素直なみんないいやつで、なんか仲間みたいな、でもみんな辞めていって残ってるのがもう俺ぐらいで、ほんで売れていく先輩とか、やっぱりそういう売れた人とかはやっぱりそういうどないの身内身内してないというか、もうなんか戦いに来てるみたいな、ほんでどっかにこう冷めてるやつらがやっぱりこう上へ上がっていくみたいなところで、その時で俺ずっとこう行った時、あ、この世界って友達なんか作られへんねや。ね、そういうメジャーなところで戦っていくには、みたいな。だん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 自分がそういう友達とかを必要とす、心の中では必要するんやけど、作るのに難しいやろなっていうのが、すごく労力がいるなっていうのが、で、こう、仕事でつながる番組で例えば一緒にやってたとか、そういうのでこう、遊びに、俺もいろんな名前は言われんけど、タレントさんとか、まあアイドルの子とか俺の家遊びに来てたりとか、番組をやってるからね。で、そういう友達になったけど、番組がピタッと終わったらもう音信不通になる。それがまあ普通だよ。まあそっから終わってからでもまだ付き合いみたいなのはあるんだろうけど、でもやっぱりこっちも遠慮してまうわけよ。なんか番組をやってるから一緒に遊んでるんやろなって思ってしまうのよ。俺何にもなかったら、なんで俺とそんなアイドルが俺と遊ぶねんとか思ってしまうんですよ。そんな思いながら、なんかこう、孤独の中で自分とこう戦っていって、その中でデビュー当時、やっぱり唯一の友達っていうのは相方だったような気がするわ。で、相方は6歳年上の一つ先輩で芸歴として、ほんでなんか自分の中のお兄ちゃんみたいな、田舎からできてきて心細いところに、相方の存在っていうのがすごく俺の中では、だから未だにこうなんか相方のことがこう忘れられないというか、こうもうそれはちゃんとまあケリつけないけど、新しい相方を、だから友達を作るっていうのはまあ年齢がいくことによって非常に難しいこと。だから元々の友達を辿っていったら、おい何してんねんとかって、元気かとか言うの、俺もちょっと久しぶりに田舎の連れちょっと電話してみようか。でもな、迷惑がられるんちゃうかとか、ほんでまして俺らなんか、その公の場に出てる仕事で、やっぱ一般と違うし、でやっぱテレビ出てた頃とかと、今まだやってて、もう落ちぶれてるみたいな、そんなやつが電話したら、金でも借りに来たんかって思われるんちゃうかとかで思ったりするんですよ。非常に難しい。